石崎強氏は、茨城県小賀市出身のプロ野球選手。宇藤右内。千葉ロッテマリーンズ所属。小賀市立初夏は小学校時代に野球を始める。同市立三和北中学校では、軟式野球部に所属。茨城県立三和高校への進学後は、2年生の夏から3年生の春まで部員9人、指導者2人という環境かながら、オーバースローから、 最速時速 145km の速球を投げることで注目された。しかし、甲子園球場での全国大会とは無縁で、卒業後に社会人野球の住友金属鹿島へ入社した。住友金属鹿島への入社後に腰痛を発症したことから腰への負担が少ない投球フォームを模索。その結果、従来のオーバースローから右腕の位置を下げた。 スリークォーターへ転向した。さらに、ストレートの最高級速が、時速1 5 1トルにまで向上し、チーム名が、新日鉄住金鹿島に変わった入社4年目には、エース格へ対頭した。第85回都市対抗野球大会では、チームは本戦への出場を一したが、富士中工業の補強選手として出場。3試合の登板で無失点を記録するなど、 日立製作所から補強された猿川拓郎と共に富士重工業の準優勝に大きく貢献した。2014年の NPB ドラフト会議で阪神タイガースから2巡目で指名。契約金7000万円、年俸1200万円という条件で1巡目指名を受けた新日鉄住金菓子までのチーム名と横山雄也と揃って入団した。 背番号は30。同一年度のドラフト会議において、同一チームに所属する二人の選手を1位と2位で指名したことは、球団史上初めての出来事であり、同一チームに所属する二人の投手を同一球団が1位と2位で指名した事例は、NPB のドラフト会議史上初めてであった。2015年には、沖縄春季キャンプへ参加し、1軍へ帯同。 オープン戦の中盤までは先発要因として調整していたが勝ちパターンでの当番を視野に救援要因として開幕一軍登録を果たした3月29日には中日ドラゴンズとの開幕カード第3戦で5番手投手として公式戦にデビュー安藤祐也が右肩の違和感で戦線を離れていた4月4日の対読売ジャイアンツ戦では 安藤の代役としての起用を想定した首脳陣の判断で1点ビハインドの6回裏1、四万塁から登板した。しかし、2つの押し出し支給と2点的地打で失点を重ね、チームは巨人戦、通算戦敗を起死した。4月20日に出場選手登録を抹消されてからは、先発投手としての2軍調整を経て、5月26日に救援要員として1軍に復帰した。 5月30日の対埼玉西武ライオンズ、戦では3回裏の途中から登板したが、中村豪也に満塁本塁打を浴び、5月31日に再び登録を抹消された。以降は2度にわたって1軍と2軍を往復し、1軍公式戦では通算8試合に登板し、防御率7.15で1ホールドを記録した。また、 ウエスタンリーグ公式戦では29試合に登板。10セーブを挙げてリーグ最多セーブ賞を獲得した。シーズン終了後の契約交渉では推定年俸1,180万円で契約を公開した。2016年には春季キャンプから2軍生活が続いた後に5月4日の対中日戦9回裏にシーズン初の1軍公式戦登板。 5月18日の同カードで2点リードの6回表1市1.2塁から無失点でしのぎヒーローインタビューを受けた。この試合から5月20日の対広島東洋カープ戦まで3試合連続の救援当番で無失点を続けたが野球生活では初めてという右ひいち痛を発症したため5月21日に出場選手登録を抹消された。 一軍公式戦への登板は10試合にとどまったが3ホールド防御率1.68を記録した。シーズン終了後の12月には台湾で開かれたウィンターリーグに NPBUS ンリーグ選抜の投手として参加。登板した12試合をすべて無失点でしのいだ。2017年にはレギュラーシーズンの前半戦を二軍で過ごした後に8月9日に 一軍へ昇格。シーズン初の一軍マウンドであった8月11日の対横浜 DNA ベイスターズ戦から9月5日の対広島戦まで12投板試合続けて無失点でしのぐなどビハインドの局面からのロングリリーフを中心に9円で高騰を続けた。一軍のレギュラーシーズン最終戦だった10月10日の対中日ドラゴンズ戦で 一軍公式戦での初勝利を記録。レギュラーシーズン全体では26試合の登板で1勝1敗4ホールドで防御率は1.17だった。チームのレギュラーシーズン2位で迎えた DNA とのクライマックスシリーズファーストステージでは3試合中2試合に登板した。日本シリーズの終了後には第1回アジアプロ野球チャンピオンシップに出場する日本代表へ 阪神の選手から唯一参加。監督の稲葉敦敷からの高評価を背景に、またよし山崎康明と並んで勝利の方程式を担った。大会では2試合に登板。通算投球イニングは2回に3で1被安打無失点に脱三振という好成績でチームの優勝に貢献した。大会終了後の契約交渉では、 推定年俸1800万円という条件で契約を公開した。2018年には一軍の春季沖縄キャンプへの参加を経て開幕前の3月上旬に日本国内で開催されたエネオス侍ジャパンシリーズ2018に日本代表の一員として登板した。レギュラーシーズンでも一軍公式戦の開幕から勝ちパターンでの救援登板を続けていたが 5月16日に出場選手登録を抹消。6月15日に右肘のクリーニング手術を受けてからはリハビリに専念した。一軍公式戦には抹消前まで12試合に登板し、1ホールドと防御率4.20を記録した。シーズン終了後に推定年俸1440万円という条件で契約を公開した。 2019年には5月中旬から1軍公式戦2試合に登板したが防御率6.75を記録しただけにとどまった。2019年7月4日に高野啓介との交換トレードで千葉ロッテマリーンズへ移籍することが発表。高野がつけていた背番号58を引き継いだ。しかし1軍公式戦では阪神時代と同じく2試合の救援登板で終わった。 シーズン終了後の11月27日に推定年俸1340万円という条件で契約を公開。背番号を阪神時代の30に戻すことを発表した。2020年にはレギュラーシーズン開幕1ヶ月後の7月24日から一軍公式戦11試合に9円で登板。8月1日に出場選手登録を一旦抹消されてからは 阪神での入団1年目以来5年ぶりに2軍の公式戦へ先発で登板していた。1軍の公式戦でも9月19日の対北海道日本ハムファイターズ戦でプロ入り後初めて先発で登板。安打を一切許さなかったにもかかわらず5支球を出したため失点を1点にとどめていながら投球数が82球に達した3回裏限りで交代を命じられた。さらに チームが1から3というスコアで敗れたことによって、石崎に黒星がついた。サイドスロー君のスリークォーター、もしくはスリークォーター君のサイドスローから投げ込む、最速時速 155km の速球を武器とし、投球の大半を速球が占めるのが特徴。力強い球質のストレートは、このボルカンの代名詞であった、石直球になぞらえられた。スライダーやチェンジアップといった、 変化球も投げる一方で、制球力が課題。右利きであるが、左腕でボールを50メートル正確に投げたり、左手で字を書いたりできる。高校時代には、右投げで偏った肉体のバランスを戻す目的で、左投げによるキャッチボールを調整に取り入れていた。社会人時代には、取り組んでいなかったが、阪神での1年目に、伝統で肉体に負担がかかったことから、2年目の、 自主トレーニングからこの調整法を復活させている。憧れの投手は藤川球児で藤川の代名詞である日の玉ストレートを研究。チームメイトであった阪神時代からオフシーズンには藤川主催の合同自主トレーニングへ参加している。阪神への入団後3歳年下の一般女性と交際。2017年1月12日には前年の12月末に 婚姻届を提出したことを球団を通じて発表した。ありがとうございます。